はい、本日はですね、こちらのサンダル、シャカのネオパンジーをご紹介していきたいなと思います。以前ですね、視聴者の方にサンダルのおすすめ、夏のサンダルっておすすめ何かありますかって言った時に、意外とこのシャカってやつが多かったんですよね。シャカかと思って、なんかよくわからへんブランドやなと思ってね、とりあえず一旦買ってみようと思って、皆さんから結構要望が多かったんで、ビルケも買ってみたし、で、テバとかも持ってたからね、じゃあシャカって一回どんなもんかなと思って、ようよう調べたら、結構ね、セレクトショップとかとコラボしとったんですよ。そうなんですかって。で、そのうち一番人気の方っていうのが、このネオパンジーってらしいやつらしいんですよ。だからね、それを開けていきたいなと思って、これまだ一回も開けてないですよね。だからそれを開けていって、皆さんと一緒にこう見ていただこうということになっておりますので、ちょうどこれから夏本番、暑くなってきた、サンダル履きたい、何履こうかなってなった時に、ちょうどね、この辺とかやったら、セールにはかかってるんかな、ちょっと分からへんけど、適当なこと言ったらあかんからね、セールかかってるかどうかちょっと覚えてないけども、かかってたような気がします。分からんけど、かかってなかったらすいません。ということになってますので、本日の流れとしてはですね、まずはこれ開封して履いていきましょうと。履き心地とか、一切これ開けてへんし、触ってもないから、どんなもんか知らないんですけど、それを皆さんと一緒に見ていって、特徴とか見ていって、その次、デメリット。これ履いてみた瞬間に、やっぱりこれデメリットって感じるじゃないですか。普段履いてるサンダルよりちょっとこうやな、ああやなっていうのが言えたりすると思うので、そんなお話しして、その次おすすめの人とは言いながら、このサンダルの上位版ちゃいます？いや、もしくはこのサンダル選ぶぐらいやったらこっちの方がええかもしれませんわ、みたいな話もできるかもしれないし、そしてそれ最後はね、サイズがこれ28センチで履いてますので、その辺なんかを見てもらおうかなと思います。ではまず最初は開封から見ていきましょう。はい、では開けていきますね。このインディアンみたいな、これなんか南アフリカのブランドらしいですわ、どうやら。で、これなんかカードが入ってるのかな、これ何のカードなんか分からへんけども、あ、こういう風なんでケアしてくださいね、なんて言ったりしますわ。そして、ういー、あー、 ABC マートの匂いする。これ ABC マートちゃうけどね、なんか靴の匂いですわ。うわー、 ABC マート。はい、ということでね、開封してみました。どうですか、これパッと見た感じで。結構ソール分厚めですよね。がっつりしてるなっていう感じで、見た感じで上の方はね、テバのサンダルに似てるような気もするけど、なんかここは一本いいかな。テバって多分こんな感じですもんね。ここないですもんね。だからテバよりもうちょっとこうロックがありそうなイメージですね。こうガッと足を守ってくれそうというか、固定してくれそう。そしてクッション性ももしかしたらあるんかな。そうか、ただ身長盛りだけかな、わからんけども、そんな感じですわ。で、このタイプのね、スポーツサンダルって何がいいかってね、ちゃんとこの辺がね、靴ずれせえへんでしょ。する人もおるんか知らんけども、僕せえへんからね、ほんまいつもええなと思ってるんですよ。で、こういう風にガッて立ってるタイプね、これペタンってなってるタイプの紐柔らかいタイプのやつはね、足入れにくいんですわ。足入れようと思ってもね、これペタンになったらってなってね、もう履かへんってなってくるんですよ。だけど、これはね、履きやすいでしょう。一回ちょっと足通してみましょうか。ちょっと汚いすね毛出てますけど、お許しくださいね、その辺は。今に始まったことじゃないしね。ほん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 、ちょっとロックしていきましょう。いいね、いいね、あ、いいね、いいね。これ、あれやね、結構このちゃんと土踏まずのとこも盛り上がってる感じなんやな。で、脱ぎはぎはどうかな。ここさえ、一番上さえ取れば結構脱いだり履いたりすぐできるかな。一番上外さなかな、これはどっちにしても。つけたままじゃちょっと厳しいかな。いけるか、どうしかわからんけど、いけるか。で、このソール見てください。すごいですよね。このなんか、いかにも引っかかってくれそう。この地面にクッて引っかかってくれそうなソールですわ。いろんな向きになってね。こいつ下向いてる思ったら、次こっちこいつ上向いてんのかいな。ほんでこれ次また下向いてんのかいな。忙しいやつやな。これもまた下向いてんのかいな。で、クッション性はね、こんな感じですわ。そんなふにゃふにゃまでいかんけども、ちょっと柔らかいかなぐらいの感じです。ではね、次はね、クッション性見ていきたいんですけど、どうせやったら、この似たような感じのね、テバっていうサンダルあるじゃないですか。これ去年買ったやつなんですけど、これとちょっと履き比べてみます。見た感じはね、やっぱり、テバの方がなんかサンダルっぽいというか、このなんていうんですか、簡易的な感じあるじゃないですか。だけど、こっちのね、シャカの方は結構こう、ゴツゴツしてる感じですが、履いてみましょう。これ、嫌われるやつね、靴下履きながらサンダル履くという一番みんなが嫌いなやつやねんけど、ちょっとこれ許してくださいよ、兄さん頼みますわ言うてね、これ履かせてもらいます。まずこっちが今履いてる方がテバで、この新しく履く方が、シャカです。あー、なるほどなるほど。なんかね、ちょっとどうかな。はい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 、はい、なるほどなるほど。正直クッション性はどっちも同じような感じですね。テバもね、履いてる方やったら分かると思うんですけど、結構履きやすいんですよ。柔らかい感じになってるんですけど、このシャカの方も柔らかいで、違うなと思うのはやっぱりホールド感。このシャカの方がね、ベルト1本多いから、なんかこういろいろこう巻かれてる感じはある。だからいいように言ったら、こうギュッてこう固定されてる感もあるけど、テバの方がどっちかって言ったら、これもいいように言うならば開放感があるというか、ほんまにサンダルっぽい。もう前とかもうドフリーやし、
この辺もドフリーやからね、あ、ほんまにサンダルの開放感があるなっていうのを味わいたいんやったらこのテバの方やし、あ、結構がっつりサンダルでも守ってほしいとか走るとかやったらこっちの方が多分いいでしょうね。釈迦の方が走ったりとかする時も安定するやろうけど、テバの方が、まあ、真夏なんかやったらちょっと開放感あるかもしれないですね。でも履き心地は正直どっちも同じぐらいで、ソールはやっぱ圧倒的に釈迦の方が高い。身長盛るんやったらこっちですね。ナンパしたい人は釈迦の方がこう身長盛れるから女子から素敵って思われやすいかもしれんけど、テバでナンパしちゃうとちょっと身長低いから、あ、なんかあなた身長低いのねって言われたりするけど、いやいや違うんですよと、この釈迦で生かしてください。この釈迦の時は私身長 2,3 センチを大きく盛れますので、その際はナンパ成功しますよというようなサンダルと思います。じゃあ次はね、重さを測っていきます。このこっち今見てもらってるのが釈迦ね、で新しく出てきたこっちの方がテバになりますね。まずはじゃあテバから測りましょうか。多分テバの方が軽いでしょうけどね、やっぱり、テバの方が片足同じ右足で見ました 317g、 そして、ナンパサンダルの釈迦の方はですね360やから 50g、 40g ぐらいちょっと重いねか。やっぱそれはね、ソールの分がこの厚みがだいぶ違うっていうのと、あとそれ以外にやったらやっぱベルトがね1本多いから、まあその辺はねしゃあないかなと思います。はい、ということでね、次はデメリットに行きたいなと思います。でデメリットというとですね、正直このサンダルにしてはやっぱ重たいんですね。ちょっと重たいから、先見てもらったみたいに 360g ってほぼスニーカーなんですよ。軽いスニーカーぐらいと思ってもらったらいいし、まあ、バンズもね多分同じぐらいと思うんですけど、まあ、バンズぐらいの重たさやから、ほんまなんかこんなねサンダルめっちゃ軽楽ちんなサンダル履いてるっていうよりかはしっかりガッて履いてるような感じで、イメージ的にはほんま手羽と変わらへんから、まあ、手羽かこれかでもどっちでもいいと思うんですけど、ほんま身長盛りたいんやったらまあこれやと思うんですけど、まあ涼しく履きたいんやったらあっちやし、まあ微妙なところですよね。正直ね、値段もね手羽と変わらないんですよ。ほぼほぼ手羽と値段変わらへんから、ほんまに手羽の位置づけなんですよね。だから手羽以上手羽以下でもないというか、手羽以上でもないし手羽以下でもないっていうような、この絶妙なラインなので、デメリットとして言うならば、まあほんまに重たいぐらいと、あと脱ぎ履きがサンダルの割にちょっとめんどくさい。まあやっぱ真ん中にちょっと一本ループがベルトがあるので、僕やったら上の一箇所外してパッて足履けるんですけど、人によればちょっと真ん中も外しといた方がいい。だから二箇所外さなきゃ、上も外さなあかんし、この真ん中も外さなあかんっていうので、脱ぎ履きがめんどくさいっていうのと、まあサンダルにしてはちょっと重さがあるかなというぐらいなので、正直ね、重さはね、まあこういうがっしり固定されてるからめちゃくちゃ感じるわけじゃないんやけども、まあ、普通に単体一足で持ったら、あ、ちょっと重量感は感じるというか、そんな軽い感じではないなと思うので、まあ、この辺がデメリットちゃいます。あとそれ以外特にデメリットないなと思うので、まあ、その辺かなと思います。で次に、おすすめの人はどんな人っていうと、最初ねこれ僕履く前は、あ、手羽の上位版かなと思ってたんですよ。手羽よりもやっぱクッション性ありそうやし、しっかり固定してくれそうやし、あ、ちょっとワンランク上なんかなと思ってみたけども、まあ同じぐらいですね。ほんまにあとは好き好き。やっぱりソールの高さっていうのがこれの特徴やから、ちょっと身長盛りたいよとかっていう人は、まあこれソール高い方がもちろんええやろうし、結構小走りで走ったりするし、サンダルといえど俺ガンガン動くでみたいな人やったらこれの方がね多分いいと思います。固定ちゃんとしてくれるし、まあちょっとあれじゃないですか、もともとこの南アフリカでねできたブランドらしいから、ちょっと南アフリカテイストチックというか、ちょっと民族っぽい感じのねサンダルの雰囲気はあったりするから、まあ、そんなのお好きな人はねええんかなと思うんですけど、まあ、これは僕の中ではねちょっと予想外やったというか、ちょっとイメージとは若干違うかったなっていうのがまあ本音ですね。でまあね、最後はサイズ感いきたいなと思うんですが、まあ、サイズに関しては別にまあサンダルなんで、普通のサイズ感、いつも通りのサイズ感で履いてれば全然問題ないし、まあ、小さいとね危ないですよ。足出ていくと怪我する可能性あるから、足はまあこの中に収まる範囲やったらね、まあサイズはいつも通りのサイズでいいんちゃうかなと思います。特別大きいとも思わへんし、特別ちっちゃいとも思わへんし、普段履いてるサイズ感で問題ないとは思いますと。はい、ということでね、釈迦のサンダル紹介したんですけど、これようよう見たらね、釈迦のネオバンジーって書いてました。すみません、パンジー言うたけどネオバンジーでしたね。ネオバンジーというサンダルになっております。皆さんも、お間違いのないようにということで、本日はですねこちら釈迦のネオバンジーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。